はい、アライト連邦共和国ブログです。メガネができました。これですね。オンデーズの、こう、像が踏んでも壊れないフレームですよ。像が踏んだらさすがにレンズは割れると思いますけども、こういうメガネです。ここのね、デザインがこう、べっ甲みたいなやつになってますね。こう、上だけがちょっと太くて、べっ甲みたいになってるって、このデザイン、昭和っぽくないですかと私は思ったんですが、ただまあ最近はこういうのが流行りらしくて、まあ、リバイバルといいますか、解雇主義といいますか、まあそういうので、流行りなんだそうです。まあ確かに私ぐらいの年齢ですと、こういうデザインっていうのは昭和の、まあ40年代、50年代ぐらいですかに流行ったというか、まあ、サラリーマンの人が結構つけてたデザインっぽいですけども、まあ今の若い人はそういう時期を知らないですからね。だからこういうデザインが新しいものとして受け入れられるのかもしれません。で、もちろん当時と今とではその材質も違いますし、それから技術も違いますので、もちろんここは別行じゃないですしね、別行じゃないんですけども、そもそも素材が当時とは違いますので非常に軽いです。そしてまた軽いだけじゃなくて、こうワイヤーみたいにこうつるの部分がねなって細いんですよね。で言いましたね、これ曲げてもね大丈夫なんですよ。ほらほらほら上。これつるもね、こう逆でもいいんですけど、曲げてもね、また元に戻るんです。形状記憶合金なんですよ。ニッケルと、チタンの合金ですね。で、まあチタンが含まれているので、まあチタンっていうのは非常にこう表面の硬さが非常に柔らかいというか脆くて、まあこれは合金ですけど、もうチタンそのものは弱くて。傷がつきやすいんですね。まあ、当然コーティングしなくてはいけない。まあ、メッキなんですけど、そのメッキの技術もですね、このメガネは、最新の宇宙開発に使われた技術を利用して、やってるんですよ。メッキをやってるんですよ。なので、メーカーの話ですと 99% 剥がれないということに、なってますので、多分剥がれないんでしょう。以前ね、もうだいぶ昔に作ったメガネで、この鶴の金属の部分が、塗装が、コーティングが剥げてですね、その金属がむき出しになっちゃって、それがここにこう、地肌に当たるじゃないですか。そこから金属が溶けてですね、金属アレルギーを起こしたことがあるんですよ。で、ここがこう、傷みたいになったことがあるんですよね。なので、まあ、そういう心配がないのはいいのかなというふうに思います。左前作った韓国で作ったメガネが左がちょっと乱視の矯正が合わなくなってきて、まあ、それはメガネが悪いんじゃなくて自分の目がそうなっていったということだと思いますけども、左の乱視をきっちり矯正してもらったら、まあ、像がこうブレてたのがちゃんと結ばれるようになりましたので、まあ両眼で非常にこう綺麗に見えるようになりました。まあどうしても今コロナの、ね、影響でこう在宅勤務、まあ、リモートワークだとか、そういう形で、まあ、ずっとモニターを見続ける、あるいはスマホをずっと見る時間が、まあ、普段よりも長くなって目が悪くなったりとかね、あるいは直接人と会わないまでも、リモートでこう画面上で会ったりしてるとですね、まあね、いつも変わり映えしない、わけですから、まあ、ファッション的にね、若い方なんかはこうメガネしてる方はそれを変えるだとか、いうようなことを、まあ、そういった要望といいますか、そういうニーズが多くて、まあ、緊急事態宣言解除後ですかね、メガネ屋さんに訪れる方っていうのが増えてきたというお話でしたね。まあ確かにね、安かったので、このフレーム19,800円なんですよ。
けど、今日記事出しましたけど、1980円っていうのはフレームの値段ではなくて、レンズ込みの値段だったんですよね。なので、私みたいな非常に目が悪くて、強度の近視で、乱視も入ってて、で、圧縮したレンズを使うと、非常に高くなるんですけども、まあ、オンデーズでは聞いた話によりますと、標準のレンズはすべて UV カットレンズで、非球面の圧縮レンズを最初から使っているらしいので、まあ、矯正できる近眼であれば、まあ、遠視でもそうですけど、乱視も含めて矯正できるものであれば、その在庫があるレンズであれば、その日のうちに、20分ぐらいって言いましたかね。在庫がないものであれば取り寄せても、実質私は3日ぐらいでしたけど、まあ、4日ぐらいで、できるんだそうです。まあ、これブルーカットレンズを使うともうちょっと私の場合は時間がかかったんですけど、10日ぐらいかかるって言われましたけど、まあ普通の方なら、ブルーカットレンズも在庫があるみたいなので、プラス3000円でしたかね。まあモニターとか見る機会の多い方はブルーカットレンズを選択するといいんじゃないかなというふうに思います。まあ値段が安いので、そのファッションで、複数メガネを持ってこう掛け替えるということで、ちょっとアクセントをつけるとかね。まあリモートでそういう画面上での打ち合わせだとか、まあ商談だとか、ミーティング会議、そういったものが、まあ、今後もねしばらく多くなると思いますので、まあ、そういった時に、まあ、その服もそうですけども、そのファッション的にもメガネのもう一つのアクセントとして変える方っていうのは多くなってくるんじゃないかなというふうに思います。そういった面で、まあ気軽に変える、高品質なメガネという面ではいいのかもしれないですね。はい、そんな感じで、まあ、もしメガネかけていらっしゃる方で、ちょっと最近像が結ばれなくなったらとかね、蒸れてきたなとか、ちょっとファッション的にもう 1,2 本あってもいいなとか、まあそういうふうないろんな事情があると思いますけど、思われる方は、まあ、ぜひ店舗に足を運んでみてください。まあ、非常にこれだけでもね、数十種類このシリーズだけでもフレームありましたので、まあ、基本的にはユニセックスで、男性用女性用というのはあんまりない、ということでしたので、どっちでも使えるようなデザインを揃えたらそうなので、ぜひ、行かれてみてください。はい、今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。